はい、どうもこんにちは、メグです。本日の動画はテム商品紹介、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。はい、ということで今回はテムで16点のお買い物をしたので、そちらを使いながら紹介していきます。テム知らない方もいると思うんですけれど、アウトドア用品だったりとか、ファッション雑貨だったりとか、ペット用品、もうとにかくね、いろいろなものが売っているアプリなんです。本当見てるだけでも楽しいので、まだ見たことない方がいたらぜひ概要欄から見てみてください。で、今回ね、購入したのはカー用品だったり、あとは旅行グッズ、インテリア、キッチン雑貨などを購入しました。どれもめちゃくちゃ安くて可愛いので、早速使いながら紹介していきます。あ、でね、動画の最後には、90% オフ、50% オフになる、お得な、キャンペーンも紹介するので、そちらもね、合わせてぜひ最後までチェックしてみてください。はい、まず1点目はこちらのスーツケースです。まずね、デザインがめちゃくちゃ可愛くないですか。外側にはこうね、ドリンクホルダーがついているので、ペットボトルも入るし、こういったコンビニに購入したカフェなんかも入ります。これは持つところですね。で、暗証番号でロックもかけれるようになってます。で、なんと USB ポートまでついてるので、ここにコンセントがあります。はい、開けるとこんな感じ。え、思った以上にすごくしっかりしてます。で、開けるとこんな感じ。しっかりとさ、両方ともファスナーついてるの、いいですね。で、こっち側も開くようになっている、すごくない？で、ここにはあのパソコンだったりとかタブレットが入るようになってる。しかも結構ね、厚み、クッション性があるような感じになっている。ちゃんと暗証番号でこうロックもかけれるようになってる。お部屋に置いとけばインテリアの一部にもなるし、すごい可愛いし、おすすめです。旅行用のバッグです。これ一見普通のバッグに見えるんですけど、めっちゃすごいの。こう水をはじくような素材になってて、すごいんだよ。ここにね、ファスナーがついてて、2段階で開けれるようになってます。増やした感じで、さらにまだ開けれる。開けるともうちょっとスーツケースぐらいの大きさになります。裏側にコロコロが付けれるようになっていて、キャスター、こんな感じで、ちょっと今荷物が入ってなくて軽いからなんですけど、こう手持ちでも使えるし、お土産とか荷物が増えてきたら帰りはこれにお土産たくさん入れたりとかもできる。ここが空いてるので、こんな感じで、まあ、キャリーバッグにつけることもできます。これは取った方がいいですね。で、ここにはポケットがついているので、ちっちゃめなお財布だったり、まあ、カード、パスポート、小銭なんか入れれるようになっています。次がこちら、ウォーターボトルですね。まあ、娘がね、こういったの欲しいなって言っていたので購入しました。はい、続いてはこちらのリュックです。これはグレーかな。で、年子の兄弟がいるのでベージュも購入しました。お揃い。この肩紐が調整できるようになっていて、ファスナー付きのポケットが裏側についていて、クッション性があるので痛くなりづらそうな感じになってます。結構深めなポケットがあって、で、紐ついてるので子供でも簡単にこうね、開け閉めできるような感じになってます。で、またここにもポケットがあって、で、ポケット。で、さらにここにもまたポケット。で、ここもポケット。ジュース、ペットボトルとかが入るようになってます。ここにもね、2段階のポケット。ここにポケットあって、こっちもポケットがあるので、すごっ！割としっかりしてる。で、さらにはこの小さいポーチもついてました。取り付けれるようになっています。可愛いよね。
小さいお子さんだったら、まあ、旅行2日分ぐらいの荷物入りそうだし、まあ、その辺にお出かけする時も使えるし、あと学校の遠足とかにも使えるし、こんなに安くてこんなに可愛いっていうのはね、なかなかないからすごい嬉しいです。はい、続いてはこちらです。タブレットスタンドホルダーです。この中360度回転するようになっています。子供がテーブルの上だったりとか、まあ、寝転がってタブレットを見るときにあると便利かなと思って購入しました。はい、続いてはこちらのお掃除ブラシを購入しました。これはブラインドだったりとか、ドア、サッシとかお掃除に便利かなと思って購入しました。はい、続いては収納アイテムです。これはヘッドホンをかけるスタンドです。続いてはこちら、缶アイテムですね。めっちゃ可愛くない？このクマさん。荷物とかをかけておいてもいいし、こうゴミ袋の端をこの持つとこをかけてゴミ箱みたいな感じにしてもいいし、もう可愛いからね、このまま車のインテリアとしてつけとくのもいいかなと思いました。可愛い。はい、続いてはこちら、これもまたクマさん、めっちゃ可愛くないですか。 250ml のカップです。で、またさらにクマさん、めっちゃ可愛くない。これなんかね、夏に履けるようなこうサラッとした生地になってて、このまま丸洗いはきついと思うけど、水拭きしたりとか、この部分だけさーっと水で流して洗えそうな感じで、こう娘と一緒に使いたいなと思ってこっちも買ったんですけど、これベージュだと思ったらピンクだった。個人的にはこっちの水色の方が可愛い。続いてはこちらです。ペットのベッドで、車にね取り付けれるようなベッドです。紹介しようと思ってリビングに置いといたらめっちゃ気に入っちゃって、こっから動かないんですよ。続いてはこちら、携帯用のトイレですね。シンプルなデザインで包装になっています。災害時とかもいいし、ちょっと長旅旅行行く時なんかどうしても車降りれなくて子供がトイレしたいよって時にも便利かなと思って買いました。息子の部屋のコントローラーやヘッドホンを収納したいなと思って購入しました。トレーディングカードケースっていうのかな、めちゃくちゃね立派、しっかりとしたボックスです。マグネット内蔵されていて、ピチッと留めれるようになってます。で、中はベルホなのかな、こう傷つけにくいような素材になっていて、カードが入れれるようになっています。で、こういったなんか仕切りインデックスみたいのもついてました。はい、ということで今回はテムのおしゃれで可愛いアイテムをたくさん紹介しました。いかがでしたでしょうか。で、オープニングでもお伝えしたのですが、今回なんとこちらのスーツケースが 50% オフ、そしてこちらの旅行用のバッグが 90% オフでご購入いただけます。もともとね、テムのアイテムってお得なものばかりなんですけれども、もしね、今回紹介したもの、気になってる方がいたら、ぜひね、こちらのクーポンコードも合わせて、使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。概要欄の方に、紹介したアイテムとかもまとめておくので、ぜひね、参考にしてみてください。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。